伊豆大図鑑の時間です。伊豆大図鑑始めます。はい、ということで、はい、今日もいちごステーションからの公開収録です。はい、はい、今日も大勢のお客様においでいただいております。ありがとうございます。はい、静岡県は伊豆の国市、伊豆半島のほぼど真ん中にあります田京にありますいちごステーションからの公開収録でございます。はい、いちごステーションには伊豆の情報がたくさんありますので、はい、皆さん伊豆を旅行する際には、うん、まずは他郷のこのいちごステーションにおいでいただいて、はい、情報を仕入れたから行っていただくと、特に歴史好きな方にはおすすめでございます。はい、さあ、そんな歴史好きな方のために今日も歴史上の人物のお話をしていただこうと思います。はい、今日はどなたのご紹介でしょうか。はい、ホワイトボードがあるので、はい はい、この方です。はい、皆さん何て読むかお分かりになりますか。似たと読んでしまいたくなるんですけれども、大似たなんとかって言ってましたね。そうですよね、まあ、大似たという土地もありますしね。はい、これが似たというふうに読みます。似た忠常さん、はい、この人つくのがたくさんあるんですね。皆さんこれなかなか読んでもらえないんですよね、地名で。はい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 、読めますか。大ヒットです。そうです、はい、実はこれちょっと書いたのはですね、はい、今いちごステーションなんですが、はい、2号店出そうと思ってるんですね。あ、はいはい、これもう多分、うん、あのもう間もなくですよね、5月4日に。はい、5月4日、はいはい、大人、実を言いますと、伊豆箱根鉄道の、はい、終点修善寺の2つ手前の駅に、はい、大人という駅がありまして、はいはい、そこに町助、はいはい、これは町助をひらがなで書くんですよね。そうですね、はい、イメージ的には町を助ける、うん、じゃない。あ、それもあります。はい、あります、はいはい、駅で電車を待ってる人を町、なるほど、助ける、なるほどなるほど、うん、という、はい、町助というのが、はい、これは大人駅前に、伊豆箱根鉄道の大人駅の駅前に、はい、大人駅はですね、出口が一方しかないので、はい、もう出ていただいたら真正面にあるということでございまして、はい、5月4日から、これ営業時間は何時から何時までとかあるんですか。はい、あります、はい、10時から、はい、18時、はい、朝10時から夕方6時まで、はい、ちなみに水曜日が定休でございます、はいはい、大事な情報ですね。そうですね、はい、今日あの、はい、旅行に来た時に水曜日じゃないことを皆さん願っております。はいはい、まあ、ここも同じように情報発信の場所にしたいなと、はい、なるほど、はい、ということでございますね。はい、大人に、町助というのが5月4日にできます。はいはい、ぜひ皆さんご利用になってください。はい、よろしくお願いします。はい、で、この大人の人の字を書いて、うん、だから人田さんではなくて、うん、しかも似田さんでもなく似田忠常さんという方を今日ご紹介してみたいと思うんですが、当然この伊豆半島の近くにいらっしゃった方。そうですね、はい、でしかも今あの伊豆箱根鉄道の話したんですけれども、伊豆、この伊豆似田という駅ありますもんね。そうですね、はい、はい、でこの似田さんという家はですね、はい、あの大観の江川家と同じように、はい、分家を出さない家なんですね。そうなんですか、はい、ということはもう新田さん本家しかない。そうです。ということはこれ代々続いて、はい、うん、もしかして今も、はい、今の方で40代目ぐらいになるでしょうかという家柄でございます。うん、はい、今も新田さんがいらっしゃるということでございますが、はい、さあこの新田忠常さんをご紹介していただくんですけれども、うん、今日なぜこの新田忠常さんなのかっていう話もから伺いたいんですけど。そうですね、あ、まず時代、いつの時代の方かっていうところも伺った方がいいですね。そうですね、この方を初代にして今40代目ぐらいに。なるほど、はい、ぐらいっていうのはちょっと今うろ覚えなので。なるほど、はいはい、ということは、新田忠常さんは、うん、かなり古い方。そうですね、はい、でこれは鎌倉時代の初めの方、はい、ということは頼朝と一緒に活躍をした方、はい、ね、ということで鎌倉幕府の、重臣、偉い人だったんですね、はい、ということなんですが、はい、これ新田忠常さんを今日取り上げるに至って、うん、はいはい、何かを調べてくれよということが橋本先生のところにお話があったので、うん、そうですね、今日ご紹介ということなんです、はい、何を調べてほしいという、はいはい、実はですね、淡路島というところがありまして、はい、これ兵庫県です、兵庫県ですね、伊豆半島からだいぶ遠いですが、はい、でなぜかわからないんですけれども、はい、
その神奈美町の教育委員会、これ、静岡県田畑郡神奈美町、神奈美町、はい、そこの教育委員会にですね、新幹線三島駅のちょっと南ぐらいに、はい、そうですね、はい、はい、で新田家の家紋を知りたいって連絡があったんですね。はい、新田家の家紋を知りたい、はい、はい、で新田忠常の、はい、実は刺繍をしたい、これ何の刺繍かっていうと、はい、新田忠常は富士山の裾野で、はい、巻狩りをやった時に、はい、突撃してくるイノシシを仕留めちゃうんですね。はい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 、仕留める時に、イノシシが突進してくるのにまたがって、はい、それでイノシシを仕留めちゃう、まあ、この富士の巻狩りの、はい、イノシシ狩りの絵、有名な話が残ってますね、はい、ということは新田忠常さんはかなり強い武士であったと、はい、いうことだと思います。はい、でその人の家紋を知りたい、はい、ということで、まあ、ちょっと自慢になるんですが、はいはい、神奈美町の教育委員会は、はい、分からない、分からなかった、はい、そこでこの件については、うん、こういうものは、うん、もう橋本孝之しかないと、うん、ということなんですね。なるほど、はい、ですいませんちょっと素朴な疑問なんですけど、うん、はい、今のお話でね、うん、今40代目ぐらいの新田家が続いてると、うん、なんか普通になんか家紋ってなんか残ってそうなんですけど、うん、あ残ってるんですよお宅に。それで残ってて、はい、直接お伺いすればいいじゃないですか、はいはいはい、って思うんですよね。ねえ、そう、ねえ、はい、新田家に残って、うん、はい、うん、だから直接聞けよってちょっと思ったんですけどいろいろ大人には大人の事情があるんでございますちょっとわからないんですが、はい、うん、で私は新田家の調査をしているというのは神奈美町を知ってるわけです、はいはい、でしかも神奈美町はうちに私たちの、法人の方にですね、はい、お金も出してくれてるんです、ね、支援もしていただいてますだから、まあ、もしかしたら、うん、あれですね、そのもう単純に、うん、担当の方がですね、うん、あこの件だったら橋本先生だねみたいな軽いノリもあったかもしれないですね、うん、そうですね、でも、はい、私はね本人に聞けよって思ったんですけどね、新田さんのとこに行って聞けばおたこの家紋なんですかっていうのがなんか分かりそうな気もするんですけど、うん、はい、で、うん、さあじゃあそうで、ところが私は調査をしていても、ええ、家紋のことだって考えたことなかったわけですよ。なるほど、うん、はい、でそれで家紋のことなんて考えてなかったので、ああ家紋どうだったかなと思って、はい、不意に思い出したらその富士の巻狩りのことを思い出したわけです。はいはいはい、で実は頼朝と、頼朝に従ってそしてみんな鎌倉幕府を作るために旗揚げをした忠常、はい、うん、この人が着ていたという楔方びらがあると、はい、これ要するに鎖でこう編まれた、うん、まあ、今でいう防弾チョッキのような、うん、ね、切られた時に、うん、その深手を負わないものを持った忠常さんは着ていた、持っていた、そうです、ね、はい、でそれを毎年9月の命日に虫干しをしている、はいはいはい、でその時に私も立ち会って、はい、で写真を撮らせてもらったんですね、はい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 、うん、でもしかしたらそれについてたかなっていうのを思い出して、はい、なるほど、はい、そして あったあった、うん、っていうことでですね、なるほど、新田さんに伺うまでもなく分かってしまったと、うん、そうですね、はい、でもこれ家紋って、うん、もう40代ぐらい続くと、うん、時には途中で変わってるケースもあるんですよね、うん、そうですね、変わってるケースもあるので、今の家紋ともしかしたら違うかもしれない、そうですよね、でも当時の家紋知りたいわけですよね、はい、まあ、新田忠常の家紋ということになると、うんうん、ね、新田忠常愛用の鎖片びらの背中に書かれていたものが紛れもなく新田忠常の当時の新田家の家紋であったと、うん、そうですね、いうことがもう瞬時にして分かってしまう、はい、いちごステーション、そして伊豆学研究会、橋本孝之の偉大さが、そうですね、はい、そこにあったということでして、はいはい、これどんな家紋だったんですか、うん、これ梅の絵が描かれて、あの、ね、はい、花の絵ですね、はい、花の絵、はい、描かれていて、はい、周りにひし形の模様が描かれてたような気がするんですが、はい、これだって皆さんお見せできるといいんですけどね、はい、せっかくこう画像があるんですね、ここに今度画像を出したら、はい、普通はこの辺で資料がこうバンと出てきたりするんですけどそういう資料はありません、はい、その次はそれはちょっとね、そうですよね、だんだんと進化している伊豆大図鑑でございますんでスライドでこう出すとかね、そうですね、ホワイトボードですね、はい、ね、ちょっとやった方がいいかなと、まあ、普
通に絵描いてもいいような気もするんですけど、まあ、ちょっと今自信がない、はい、ちなみに橋本隆之、直筆伊豆大図鑑でございますが、うん、はい、という、うん、でもそれがまあ分かったということはやっぱり何でも調べておくもんだなという話ですよね。そうですね。で資料を残しておくもんだなと、はいはい、ここで皆さんにねちょっとあのお話したいことあるんですけど、歴史ってその僕実は言うとね橋本先生と随分いろいろ歴史についていろいろお話をさせていただいている中で、あの 昔のことだからもう変わらないはずなのに、うん、新しい資料が出ると、うん、すごいどんでん返しがあったりするのが歴史だったりするんですよね。そうですね。本当は変わってないはずなんですけどね。はい、収録中にはあの伊豆の国市のですね、これちょうど夕方5時になっておりますが、鐘も鳴っておりますが気にしないでいこうと思うんですけれども、はい、ね、そういうふうに変わってくる中で、新田忠常のそのいわゆる、あの家紋があったということですよね。うん、ね、はい、これじゃあ現在の新田さん、新田さんのお宅の家紋と、新田忠常の鎖片びらにあった家紋が同一かどうかはまだ、うん、そう、私はまだね、はい、家紋の掲示はしてないのでわからないんですけど、もしかしたら同じかもしれない、ね、はい、もしかしたら違ってるかもしれないし、はい、そこもまた分かってくると、そうですね、また新しい歴史の発見で、はい、もし新田家が違う家紋になったとしたら、いつどこでどう変わったのかっていうのも、これもまたすごく大事なことになりますよね。そうですね、例えばあの江川家の家紋は、はい、3回ぐらい変わってるんですよ。なるほど、はい、はい、初めは御三の霧に二つ引きっていう家紋だったんですね、はい、その家紋を今度徳川家康から、家田に菊の家紋をもらうんですね、はいはい、で明治になると天皇にちょっと菊の家紋ですから、はい、遠慮して、はいはい、でうちは源氏だって言ってですね、はい、桔梗の家紋になるんですよ。なるほど、はい、はい、あ、そっちの方がかっこいいですけどね、天茶師、江川家ごめんなさいですねそういう時代もありましたですね、はい、ということで、はい、で今また家田に菊の家紋になってるんですね。なるほど、うん、ということで、はい、歴史はやっぱり動いていくということでもあります、はい、ということで今日はですね、なんかこの新田忠常の話にならなかったですね、はい、新田忠常さんがどんな人だったかというのを全くお伝えしないまま、はい、今日の伊豆大図鑑は終了になります。そのうち新田忠常さんの偉業というか、うん、いろいろあるんですよね。イノシシを倒したことしか今日出なかったんですけども、そうです、ね、他にも、はい、頼朝に従っていたわけですから、うん、いろんなことがあったと思われます、はい、ということで、今日の伊豆大図鑑はここまでということで、はい、皆さんどうもありがとうございました。次回お楽しみに。バイバイ。